ローラン・ギャロス、全仏オープンが下した最低に、テニス界からまたも非難が紛失している。テニスの次第大会、全仏オープン、女子ダブルスで加藤美優、アルディラス・チアディ、インドネシア、グミが失格処分を受けた問題で現地6月15日、加藤は次第大会側への提訴が却下されたことを自身の SNS で明らかにした。騒動の発端は、女子ダブルス3回戦での加藤の何気ない行動からだった。 第2セット途中、相手コートに向けて加藤が返した球が、ボールガールの頭部に直撃してしまい、少女を泣かせてしまったのだ。主審は一旦加藤に警告を言い渡したが、対戦相手のマリー・ボーズ・コア、サラソリ・ベストルも、チェコ・スペイン、組が食い下がり、彼女は泣いているじゃない。血が出ている。よく見てあげて、と猛抗議。スーパーバイザーまでが競技に加わる異例の展開となり、 その結果なんと裁定が多り、加藤組に失格の厳罰処分が下された。処分を不服とした加藤は賞金とポイントの回復を求めて大会側に提訴したが、この結果は戦術した通り。ローラン・ギャロスは賞金とポイントの取得を希望した私の訴えを却下し、罰金を課しました。もう私にできるのは前を向くことだけです、と、加藤は無念の思いをツイッターに綴った。 日本人プレイヤーの悲痛な訴えを拒否した決定に、海外のテニス関係者が続々と批判的な反応を示している。インドのスポーツ専門メディア、スポーツキーダは訴えが却下されたリリースを受けると、凶悪な犯罪、という過激な見出しで大会側を辛辣批判。物議を醸した三カ等のポイントと賞金の訴えを拒否した全仏オープン関係者に、テニス界が反発している、と報じた。まず、 昨年7月まで土井に先、2016年リオ五輪、2021年東京五輪代表、そのコーチを務めたクリスチャン・ザ・ハルカ氏は、この結果について、非常に間違った決定で、大会審判団には非常に失望した。と SNS に怒りの声を上げる。他にも、ザ・ハルカ氏と同じ意見を表明しているのは、エイスポーツ専門チャンネル、スカイスポーツでテニス解説を務めるマーク・テッチー氏だ。 1990年代の英国トッププロで活躍した同志は、あなたは全く失格に値しない、と加藤を援護。全仏オープンの対応に怒りをあらわにすると、間違った判定だ、と一刀両断した。最終日に大会ディレクターのアメリモレスモ氏が記者会見に臨み、加藤の失格問題に言及するシーンがあった。同志は、ロッカールームでは、 この件に関して非常に意見が分かれていると思います。と前置きした上で持論を展開。私は良いか悪いかをコメントするつもりはありません。なぜなら、判定が下った後にビデオを見るのは良いことだからです。レフェリーとスーパーバイザーはビデオを見ずに判断した。それは明確で、グランドスラムの規定通りだったと思っています。と断言していた。前代未聞といえる失格処分の波紋は、 まだ収まる気配がなさそうだ。新しい解説。テニスには問題感の私ですが、今回の加藤選手のトラブルで驚いたのは、トラブル発生直後から次々と世界の名だたるテニス関係者が大会主催者側の判定に意義を唱えているのに阪神日本テニス協会をはじめ、普段メディアに出て飯を食っている有名な日本の関係者は一様に腫れ物に触るように、抗議の姿勢も示さず、挙句の果ては、 結果を受け入れざるを得ないだと、まるでどこかの国の政治家みたいなことを言っています。選手のためにならない日本テニス協会は一度解散して出直せ。スポーツの国際基準は概ねこんなものなのでしょう。早い話が、いつでもどこでも日本選手なんか失格にできるこれが全仏、四大大会の意思なのです。このようなこと、昨日今日のことではないではありませんか、冬季スポーツでも、 ノルディック複合、準ジャンプ、スピードスケート、フィギュアスケートなど、日本選手をターゲットにしたルール改正が当然のように行われています。下記オリンピック種目でも、昔の水泳、バレーボール、柔道なども同様に思います。新しい解説。若い時代1980年代にフランスに行ったことがあります。 カンヌのホテルとアビニオンからパリまでの TGV の中で非常に不愉快な思いをいたしました。それから現在までフランスには足を踏み入れておりません。海外旅行にはよく行きます。妻がフランスに行きたがっておりますが、今回の件を見て生涯訪れることはないでしょう。公平でフェアでなければならないスポーツで、全仏は何とも未利益な判定をしたものだ。ビデオ、事実に目をつぶり。 おそらくはフランス人のボールガール、チェコ、スペインの選手に審判団が味方した。現場にいた審判の判断は警告だったのに。それを覆すのにボールガールが泣いていたか。テニスファンは泣いているよ。新しい解説。これ、問題なのは次回同じような状況が生じた場合、同じルールなら、運営側は同じ判断をしなければならないことじゃないでしょうか。 そうしないとルールの一貫性、整合性がなくなってしまいます。もちろん全く同じ状況はないでしょうし、運営側の判断の最良の幅もあるのでしょうが、相手を失格にできるなら、無理を通せば通りが引っ込むとならざるを得ないなんて、スポーツ界や子供たちに、いい影響は決して与えないでしょう。このため、ビデオ最定の導入など、新たな指針の策定とその周知が必要ではないのかな と、思ったりしました。ワンバンで返していたとしても、びっくりすれば、泣いちゃうかもですしね。プロ選手を試合中に失格にするなら、きちんとルール通りで納得せざるを得ない根拠が必要です。今回、事実認定が不十分だったため、応答以外になったのかもしれませんね。出場を認められ、賞金とポイントを得る権利のある選手からその権利を剥奪するというのに、その根拠に。 ついて何の説明もない。これは非民主的な決定であって、権威主義そのものである。そんな権威主義の全仏運営者に対し、加藤選手が所属する日本テニス協会は、速やかに異議申し立てをすべきだと、期待していたが残念ながら全くの期待外れであった。別記事の日本テニス協会の発信。女子ダブルスで、恋でない行動により失格となってしまったことは残念でしたが、同時に、 大会側が下した判断については、現行のルールの中では従わざるを得ないと感じています。もちろん、大ブーイングである。日仏両国のテニス協会にはまともな人がいないらしい。新しい解説。格式高い大会であることは間違いないが、おかしなルールや判定は見直さないと。意図的ではない、勝敗に関係ない。 日常誰もが普通にやっている行為でたまたまボールガールに当たって泣き出した。選手の立場も冷静に考えようよ。スポーツマンシップというなら、あの内容で必要に審判に抗議することの方が問題あるのではないかデミス自体がヨーロッパの貴族の遊びから生まれてきたスポーツで、四大大会、特にヨーロッパの二つの大会は保守的な感じがしてたから。 アジア人のペアの選手の訴えなんか聞く気はないだろうと思っていたが、予想通りの結果だった。これが逆に相手のヨーロッパのペアの訴えだったなら、まずあの場面で失格にはならなかっただろうし、もし失格になったとしても後からの抗議によって賞金とランキングの復活はあった。可能性は高いと思う。新しい解説。伝統や規定を守るために感情や倫理観を無視した判断をしたように感じる。 今回大切なのは故意的なのかと負傷をしたのかというところだと思う。明らかに故意的でなく負傷もしていない。ボールの扱いが不注意であったため警告はいいと思う。ただアクシデントであり、感情的になってボールを無謀に打っているようにはとても見えない。もし今回の裁定が今後も採用されるのであれば感情的にボールを返してしまった場合に全ての選手が失格にならなくてはいけない。 そんなことは不可能でしょう。ルールを大切にした結果の最低だというのなら、厳密にしなければいけないし、結局、矛盾が出てくるよ。だからこそ観客ありきのプロスポーツなのだから、ガンな判断をやめて美談のストーリーに変化させるべきなのが運営の仕事だろうと思ってしまう。観客が喜ぶのは、毅然な対応ではないと個人的には思う。 こういう問題がこれからも起こると思うのもデコート内に立ち入る人すべてにプロテクターをつけさせたら、ボールも危険かもしれないがラケットも選手が振り回しているこのラケットが当たったら、危険だしラケットがすっぽ抜け人に当たる危険があるスポーツで選手以外はプロテクターをつけるべき、推奨すべき。